勇気山城は、現在の福岡県ラザ府市内山にあった日本の城。勇気山城は、標高829メートルの宝満山の中原の西に、標高310メートル付近に位置する山城である。かまど神社下宮からの宝満山登山口から登ると、途中の看板に勇気山城跡と分岐あり、そこから尾根を登った場所に遺構が残っている。 勇地山城は、小西により築かれた城で、小西の本城である。宝万山の九十原と呼ばれる勇地山地望跡を通り屋根を登ったところに築かれている。小西は、初代の武藤助よりが、源頼朝より、太宰小二職に任じられて、太宰府の長官となった、以降代々の武藤氏は、太宰小二職を世襲して、小西と名乗った。また、 小二氏は代々築前守護を兼任している。現行の際は、小二影助は、鎮税の御家人の総司令官となり、元軍と最前線で戦っている。公安5年2月、五代醐天皇と敵対した足利高氏は、京都で敗れて、九州に落ち延びた。その際、足利高氏は、小二、頼久の援軍と共に、九州に上陸した。この時、 頼久の父である、小二帝京は、菊池武都市、阿蘇小麗顔などに、誘致残城を攻められた。誘致残城は、妖怪でなかなか落ちなかったが、一族と誘致残児の衆ともに、裏切りが出たため、城が落ちて、小二帝京は自陣している。その後、小二頼久は、足利高氏と共に、菊池、阿蘇軍に、たたら浜の戦いで勝利して、誘致残城を取り戻している。 英和二年、九州短大、今川定代に従っていた、大内義弘が誘致残城を攻めて、小二寄住は、敗れている。小二氏は、その後、筑前を九州に進出した大内氏に奪われたため、打宰府を失った。その後、何度か小二氏は、筑前を回復したが、最国最強の大内氏に敗れて、非前に逃れたために敗状になったと思われる。 ありがとうございます。